頑張りなさい。今行くから。通信を傍受しました。僕たちが拠点を占拠したから応答する人がいないのか。まずいな。このまま返事がないと怪しまれて増援が出てくるかもしれない。こちら第一拠点、銃声は故障の御所のようだ。特に異常はない。心配するな。了解。では交代の時間までこちらは引き続き休息を取る。以上。なんとかごまかしてみました。やるじゃないかイサラ。迅速な敵拠点の占拠とイサラの名演技のおかげで敵の増援を阻止することができたようだ。
任せろ。よし、味方がやられた。お前ら気をつけろ。発見した、発見した。帝国め、覚悟しな。よし、バーゼル教頭がの敵拠点を占拠したぞ。兄さん、バーゼル卿の制御室を確保しました。よし、イサラ、バーゼル卿を開くんだ。西岸の敵部隊に橋を渡らせるな。はい、わかりました。ラグナイト電源起動。バーゼル卿、召喚します。
ギュンター少尉の作戦が功を奏したようね。初めての作戦でよくやったわ。ありがとうございます。なんてやつで本当に戦車で川を渡っちまうなんてよ。ここまでうまくいくとはね。正直驚いたよ。あなたたち、約束通りウェルキンを隊長として認めなさいよね。ちっ、しょうがねえな。隊長のことは認めてやってもいいけどさ、あたいたちはダルクス人まで認める気はないよ。ちょっと、もう。アリシアさん、いいんです、慣れていますから。でもいつかダルクス人とみんなが分かり合える日が来ることを信じています。はーい、お取り込み中すみません。 GBS 記者のエレットです。ギュンター隊長、初めての作戦で目の覚めるような戦果でしたね。はい、今回は隊員たちの働きによってバーゼル峡を奪還することができました。この戦いを通じてギュンター隊長なりに何か感じたことはありませんか？感じたこと、そうですね、橋というのは道と道をつなぐ人々の生活になくてはならないものです。僕も第七小隊の中でみんなの心と心をつなぐ橋のような存在になりたいと、そう思います。